そろばんの数の読み方を練習するよ。黒い点を低位点と呼びます。低位点が1の位で1から9までの計算をします。この形が1だよ。書き方はこう。この形が2だよ。書き方はこう。この形が3だよ。書き方はこう。この形が4だよ。書き方はこう。今日はここまで。よくできました。